つばき島つばき島は宮城県元吉郡南三陸町に存在する島である。静川湾の南西部に位置する。徳立の宮、滝浜から約1キロメートルの太平洋上にある無人島で神太夫とも呼ばれている。面積は約5ヘクタール、島の最高点は標高29メートルで比較的平坦な島である。植生はタブノキが優先するダンチ林である。 椿島は太平洋側地域におけるタブの木の自生北限で、中には強硬直径1.8メートルの巨大なものも存在する。この他には、ヤブツバキやヒサカキ、マサキなど200種類もの高等植物が生育する。東北地方の太平洋沿岸の団体林としては、種数が豊富であり、学術的価値が高いとして、昭和41年11月7日に、 国の天然記念物、椿島団地制植物群落に指定された。浜弁形層はかつて、椿島が難言とされていたが、この島では絶滅した。江戸時代の教皇年間に、仙台藩の儒学者、佐久間洞岩尾が表した地史、大宇関石門老子はこの島に言及しており、それによればこの時代にはここに、椿が確かに存在していたという。島の中央部には、 椿島神社があり、地元住民から厚く信仰されている。また、三陸復興国立公園に指定されている。ありがとうございます。